女遺林寺は、愛知県知多郡南知多町内海中の里十二に、ある新言宗と与山派の寺院。本尊は、女遺林観世音菩薩。伝具放題施策の女遺林、観音像を本尊とすることが、事後の由来。奈良時代の神記念館、行記菩薩の根流と伝わる寒福寺の一員として、創建された。南北朝時代から、戦国時代にかけて、寒福寺は衰退し、 寺院の多くも荒廃していった。しかし、天文2年、紀エ社によって、現在地に道具が混流された。天正2年、梅山和尚が、中高解散となった。現在の事業である、女遺林寺は、この際に、稲沢の一万徳寺から付されたとされる。文政7年には、明楽寺の助、山あじゃリおしらによって、 下四国礼城が開かれ、如意林寺は46番札所となった。当時の如意林寺は、千田半島でも有力な寺だったため、文政8年には、下四国礼城の本部が置かれている。明治初期まで、中野法入り検診者の別棟を兼務していた。2002年、本堂を、境内の一段高い場所まで引き上げ、大規模な移設修繕が行われた。この際に、 山門野兵も整えられた。南千多町指定文化財の円空仏は普段は非公開であるが、旧暦10月8日から10月12日には開帳される。ありがとうございます。